はい、おはようございます。エスピークです。本日2021年10月の20日横手山の第4ゲレンデでオープンしている最初の週末ですね。でね、オープンしているコースは全然少ないんですけど、よいしょっと、まあゲレ食紹介していこうと思って今動画撮ってます。よく聞かれるんでね、よく聞かれるから答えとこうと。まずね、最初横手山山本荘さんですね。こちらの有名なのはとにかくこれ、これ鍋焼きうどんですね。鍋焼きうどん、これがね有名です、うん、で、まあ、鍋焼きうどん、ただねこれ鍋焼きのうどんなんで、はっきり言ってめちゃくちゃねあったかくなります。暑くなります。この時期ね、正直向いてないです。11月には向いてないですね。なので私が勧めるとすれば、たけのこ丼、そして、おでん、豚角煮ですね。たけのこ丼もね、ここの名物の根曲がりだけたくさん入れてる中で、で、卵とあと白菜とか入って閉じてるのを丼にしてるものですね。ちょっとね個人的にはね味薄めかなと思うんですけど、まあそこは一緒についてる野沢菜とかをちょんちょんと乗せるといい感じの味変になって非常に美味しいです。ちょっとねこの辺にもね動画つけてくださいね、うん。でね、あとねいつも食べてる豚角煮、そしておでん、いつもね殺人的な量のね豚角煮食べることで有名な私ですけど、これがいいのがね待ち時間ゼロで食べれることです。豚角煮の鍋がもう用意してあって、あとおでんの鍋ですね、用意してあって、そこからもう皿でトントントンと取ってレジ持ってってお金払ってはい終了って感じでねすぐ食べれるんですよ。私みたいな滑り倒したい人にとっては滑り時間ってやっぱ大事ですよね。そのためにもピッて減ってハッパッて食べてフッて行って祇園ばっかりですね。でまあちょっとついでおトイレ借りて、そんな感じでまたすぐ滑りにバックできる豚角おでんおすすめできますね、うん。これはねハイシーズンでもおすすめです。本当ね滑る時間ね確保できるんでね、ぜひぜひ。あとね糖質オフ的にもいいよ、うん。卵と大根とちくわと豚角、油とタンパク質しかないよね、大丈夫ってやつです。次こちらのニューヨコテさん、ニューヨコテさんです。こちらもおすすめでね。で今日だったらスペアリブ1000円でお試し価格で食べたんですけど、写真羨ましがらせるためにここに載せてきますけど、残念ながらこれお試し企画だったんで、この動画が出た時にはもう食べれません。残念です。でただ人気がある、あるいはなんかみんなが食べたいよって言ってくれるとまた再開してくれるそうなんで、そこはちょっと応援のメッセージ送ってあげてください。ツイッターの方にも紹介してるんで、そこでみんなが食べたい食べたいって言うと多分やる気出してくれると思います。で普段のレギュラーメニューでおすすめのとこボルシチなんですけど、ただこの週末は用意してないみたいですね。ちょっと手間かかるんでね。なので食べれる中であるのは、ニューヨコカレー、これはねゲレレポでも紹介したんですよね。カレーねとにかくここめちゃくちゃうまいんでおすすめです。でまあオーソドックスなカツカレー、そして私がもうこの前やってドハマりした横チキ、横チキっていうこの、ね、顔くらいのサイズのねファミチキのね、まあ、高所ファミチキのね5倍、まあ、私の感覚で言うと3倍から4倍、うん、ごめんいくらで食べちゃうかね、うん、まあ、そんな感じのでかいチキンがあるんですけど、それをノーマルのカレーの上にバコーンってぶち込んでドコーンってやってね、やっちゃうこれね男子ね大絶賛って感じで、ね、感じで食べるのがね大好きで楽しいですね、うん。あとはねグリルカレー、グリルカレーはあります。グリルカレーは真ん中にご飯が持ってあって、まあグリルの中にご飯が持ってあって周りにカレーをやって、で上からチーズをまぶしてっていう表現でいいのかな、でその状態で焼いてやってあるカレーですね。ルーがちょっと少なめだけど、ご飯の方もちゃんと味付けしてあって非常に美味しい。そして見た目も映えるものですね、うん、これもおすすめですね。あと週末前にいつもここのおかみさんがケーキとか作ってくれるんで、まあ、そのケーキを食べるのもいいですね、うん。本当に気分というとね、ちょっと語弊あるけど、その季節のもので、
ケーキを作ってくれるんで、毎週食べても大丈夫、飽きませんっていう感じになります。まあ、ケーキもあるから、喫茶店、飯以外の時間に食べるのもありですね。あと、忘れてた、早朝営業で、モーニングセットやってるんで、そちらもぜひどうぞ。モーニングセットの時にね、ケーキ食べるのもありですね。という感じで、バババッと、ゲレ食紹介してきました。あとね、ラフォーレシガさんもあるんですけど、まあ、あっちの方はね、ラーメンかカレー食べていけばいいと思います。雑っていう感じで、今日の簡単ですけど、動画終わろうと思います。この動画、もし参考になりましたら、グッドボタン、チャンネル登録、その他もろもろよろしくお願いします。ゲレ食はね、よく聞かれるんでね、こういう風なね、スポットな動画、あるいはもっとエリア別の動画とかいろんなのね、ご紹介していこうかなと今シーズンは思ってます。というわけで、また次の動画でね。じゃあね、バイバイ。